3、世界への挑戦スパーク。さて今日もいないでやってこう。いやーみんなちょっと聞いて、さっきさコンビニ行ったんだけどさ、もう外大雪、なんまる雪降ってんだよ。なんかシャンシャンシャンっていう優しい雪じゃなくて、なんかもう吹雪しろではない、ただの吹雪なんだけど、いやーやっぱねー、いつになっても初雪を見るっていうのは興奮するもんですね。なんかさ、農民は雪に慣れてるから雪じゃ騒がないみたいな感じの人いるかもしんないけど、やっぱり楽しむは楽しいよね。というわけでやってきます。完璧なこのオープニングトーク。おかしいな、雷門中はこの辺りだと思ったのに迷っちゃったみたいな。久しぶり、あれ、そういえばトーコいなかった、そういえばトーコいなかった。あ、なんかあたかもいる感じでやってた。もう今頃ダーリンとランデブーしとるはずやったのに。何言ってんの、どないしてくれるん。めっちゃ怒ってんじゃん。しかも久しぶりに声聞いたな。トーコ、それにリカじゃないか。はい、ちょっともうエアコンを消します。エンド、エンド、わあエンド。やっと久しぶりだな。待ってる女の子ってそういうことね。ダーリン、お待たせ、うちが応援に来たってね。そっか、もうそうだよな、ダーリンって言ってるけど、そのダーリンはいねえんだもんな。多分ライバルとして現れるってことだもんな。って、あれ、ダーリンはどこどこ、どこにおるん。わあ、一ノ瀬くんならですね。メガネほんとまんまの声してる。なんてどういうことやねん。なんでここ気合い入れてボイス入ってんだろう。別にここボイスなくてもいいシーンな気がするんだけど。っていうかお前顔黒いな。そんなボブに言われても苦しい話して。なんだよこのやりとり、何を見せられてんだよ。にぎやかな方たちですね。ここボイス入れてくれ、冬っぺの声聞きたかったわ。そうでしょ、一緒にエイリア学園と戦った大切な仲間なの。仲間ですか、いいですね。冷めてんな。今は冬香さんも仲間でしょ。はい、あれ一発今腹パン入ったな。ねえねえエンド、久しぶりにサッカーしようよ。私の新しいチームとさ、私の新しいチーム、またなんかあれか、ピクサーズか。ああ、女の子、なでしこじゃん。そう、女の子だけのチーム。私、代表選考に呼ばれなかったのが悔しくてさ、それでチームを組んで練習したんだ。男にくにかめにかめにくにむにむにかにむにかー、なんか急…韓国みたいになっちゃったら、にむにかー。よーし、受けてたぞ、早速勝負だ。あ、遠藤君、仕方ないな、トーナメント抽選会が始まるまでだよ。優しい、キノちゃんってなんか何しても怒んないで許してくれそうで優しい子だよな。セーブしまーす。せーよいしょ、3時間ぐらいか、行くぜー。さあ、私たちのチームどれ。いい、お前さ、ちょっと大丈夫、お前ちょっと大丈夫か、こっち代表だぜ、強いぞ、ビビるぞ、こっちの強さに。タッチペン出しちゃうぞ、タッチペン、そういえばタッチペン、タッチペンどこだ、ちょタッチペン探していいですか。あったなんかタッチペンちゃんと使ってるし、ちゃんとしまわなきゃ、なんかそこら辺に置いちゃう癖があるわ。シュートブロック。あー、B 技ついてるやつね。オッケー。S ボタンは遠くからのシュート OK のバッティーンね。で、シュートチェイン？味方のシュートチェインだ。シュートコースにいる選手が C マークのついた技を覚えていればシュートチェイン。何それ？稲妻ジャパン VS 女子選抜チーム。いやー、稲妻ジャパンかー、うわー、ちょっと待ってね、いろいろフォーメーションで変えたいところがあるわ。タイムしてて、うわー、とりあえずこれでいっかな。ライデンがさ、どう見てもセンターバックっぽいんだけど、ミッドフィルダーなんだよね、ポジション登録が。まあ、ひとまずちょっとここで置いてみるわ。で、ツートップゴーエンジヒロトで、まあ、久保木くん後半から出そっかなって感じでやっていこうかな。まあ、とりあえずこれでやってみます。でね、
あえてちょっと仲の悪い木戸さんと不動をここのキーポジションに置く。これでちょっと楽しみだね、やってみたいな。そして女子選抜は知ってる、おー知ってるやつらかこれ。あ、知ってる、おーすごいすごい、今までのさ、いなりで出てきた女子じゃん。あ、キャンキャンいるじゃん、キャン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 。わー、あ、これ面白いね、こういう相手とできんのって。さあ、行こうじゃねえか。キックオフじゃ、左サイド攻め行こう。パス、パスして、はい、一本打とう。はい、もう早速一本デュエルセーブル。待って待って、俺のね、いつものパティに入ろう。もう早めにバーニングフェーズを発動する。早めにバーニングフェーズを発動して流星ブレード、流星ブレードかっちょよくないね。流星ブレードかっちょええよな。お、花吹雪かい、勝てないですよ、流星ブレードに。びっくりした、びっくりした、なんか何にもなかったから普通に止められたのかと思っちゃった。この調子でいくぞ。はい、簡単に1点取っちゃったよ。さあ試合再開しようか。うわー、バーニング、え、バーニングタイムもう3つ減ってんの。6つじゃなかったのかな、もともと。さあ行こう、前線から行って、ディフェンス。なんだこの雑なキックは、ふざけてるのか貴様ら。なんだ今の雑なプレーは。だったら木戸さん、レーゼ、ゴーエンジのポジションでいこっか。はい、パス出しの立てます、ゴーエンジ、ヒロトで、ヒロト、もう一本いっちゃおう。これそうだね、もう流星ブレード2点取っちゃおっか。で、後半になったら吹雪くんの変えるぐらいの勢いで一気に2点いっちゃおう、いっちゃおう。で、相手も技使ってくればいいね。先にこうやってね、2-0にしとくっていうのはね、いい流れだと思うんだよね。はい、オッケーよー、ブラボーブラボー、遊戯ボーイ、いいねこれね。俺がね、ブラボーブラボー遊戯ボーイって実況で言う時っていうのはね、ものすごいテンションが高い時だからね。決まったね。うわー、さあ動物みてえな鳴き声しやがってよ。早っ、これ必殺技使ったらそうなっちゃうのかな。いいよ、あえてちょっとここでトラマルを試してみたんだけど、どうだろう。ナイス、トラマル。ちなみに昔サッカーのアニメであったフォルタ秀丸が好きだった、中田秀のなんか番組みたいなやつ。パスタ、ゴーエンジェ行こうじゃねえな。さあファイアトルネードよ。強すぎるぜ、俺今強すぎて、ちょっと自分にじゃこれは入っちゃうんだろ、どうせ。どうよ、見たか。3-0、3-0、キュー。さあ見て、みんなもう前半14分で 3-0 よ。ねえ、 3-0 よ、もうレベル上げしなくたってね。結局俺がうまかったっていう証明をしてるんですよ。 QED ですよ、 QED 証明終了で、証明終了。また君はトラマルに取られるんですよ。あら、やばい、こいつひそかだったか、ひそかだったか、クソバンジーガムしてくんのかよ。じゃあディフェンス行こう。フード、フード、あれちょっと簡単にかわされた、バカ、危ないぞ。だったら後ろの正面でいけるか。はい、後ろの正面だー、あ、おれー、オッケー、いいよ、取ってパス投げ、さあパス繋いでいこう、パスしていこう。さあフード行くぞ、バイニング発動してきたな。だったらこっち時間ゆっくり使おう。パス、はい、パス、はい、パス、はい、パス、ナイス、はい、オッケー、いくぞー。今不動と見せかけてのスルーね。ファイヤートルネード、いいねこれ、うまいね、うまい棒だね。ちなみにうまい棒で一番好きなのは納豆味ですね。花吹雪でももう止められないと、止まらないんだよね。ナイスシュー、はい、呼んでろ、オッケー、この調子でいくぞ。ふー、なんかゴーエンジさっきからそのアクション多いな。オッケー、いいよー、ゴールパフォーマンスね、ちょっとね、ミランジだ、何、びっくりした、こんな風に出るんだ、シャルオツじゃん。あ、キーパーを変えてきたのか、必殺技がまだできるように。頭いい、ちくそ、こう、そういう AI が成長してやがる。さあ行こうか、いいよ、ダイレクトパス、ダイレクトパス、ダイレクトパス、あー抜けないか。だったらワープドライブ、来た。これさ、緑川になってからちょっと TP もさ、他のキャラと同じぐらいになったよね。レイゼの頃ってなんか TP だけが異常に低かった感じするけど。さあ行こう、パスしていいよ、ドフリーだよ、
ドフリミンゴ、ドフリミンゴ。はい、パス。奇妙、絶妙なところにパス。で、これ多分打てない、技打てないから、ちょっと普通にシュート全力で打ってみよっか。敵の TP を減らすっていうのを考えて。よいしょ。さあ、どう読んでくる。花吹雪が一緒か。乱れ花吹雪と一緒か。なんか車両つに取るね。これ少林サッカーだよね、取り方が。よっしゃー、やったったってー。前半終了。まあ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 、オッケー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 。まだ勝負わからない。油断するな。4-0 だけどね。もう今に見てなさいですの。あー、だったら続けて、あ、交代してきた。じゃあこっちも交代するか。選手交代。オッケー。ちょっとおにぎり1個で回復しつつ、ゴーエンジンじゃねえや、ヒロとふぶきくんにチェンジ。さあ、これで攻めていけるよ。こっちも開けて、右サイド開けて、ワンツーできる。あー、かわすか。これいっそのことかわすか。一人ワンツー、一人ワンツー、きたー。アイスグランドで来るか。あーさー、これ北海道の白年中か。そっか、ふぶきの技を、ふぶきとの技を使えるのか。やるね、いい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 ね。さあ、前線から行こう。小暮、後ろの正面、ナイスカット。後ろの正面、小暮、あと1回できるか。さあ、うわ、ちょっと厳しいところにいるな、今。ちょっと今、厳しいところにいるな。かわせるか。サンキュー、ナイスかわし。さあ、パス出して、パス出して、パス、どうする、突破できるか、また使ってくるか。おお、フェイクボンバー。おー、久しぶりに、久しぶりにこの感じの見たな。いいよ。うわ、起動さんがイリュージョンボール。あー、強い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 、いいね、技使ってくるね。いいよいいよ。さあ、でもこれで相手はもう必殺技が使えない。行こう行こう、フド。よし、ここでライデンスーパー仕込み、ナイスカット。やっぱ強いよね、こいつセンターバックポジションでいい気がするんだよな。別にボランチとかそこら辺やんないで、普通にちょっと、いいよ、不動産上がってって、はい、ここナイスパス、いい一本のパスが出た。どうしよっかな、エターナルブリザードでいける気がすんな。エタブリ、エタブリで1点これ取れる気がすんな。ファイアトレードで入るってことはエタブリで、相性的なのもそんなに、どうだ、見てなかったけど花吹きでしょ。大丈夫か、大丈夫っぽいな、大丈夫だな。オッケー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 。5-0、皆さん見てますか、出た。おっと、ゴーエンジと全く同じ、全く同じゴールパフォーマンスしてる。流行ってんの今それ、稲妻ジャパンで。君も風になりなよ。さあ、あと1点欲しいな。結構選抜交代してくるね。だったら俺、いやでも俺はもう別に変えなくていいか、とりあえずは。さあ、レーゼレーゼ、サイドバック、いいねー。あいつパス下手だな。ダイレクト、いい、ダイレクトパス、いいダイレクトパス。中にパス、さあ行きました。はい、ダルルブリザード、これで6-0。いいパスワーク、っていうか相手の右サイド白練中のやつだよな。なんかもうこっちのスパイみたいな感じのパスの下手くそさだな。見習え、トニークロースを見習え、トニークロースを。レアルマドリードの、オッケー、6-0。まあこんなもんで、あとはのんびり時間使っていってもいいかな。はい、完璧。君も風になるよ。ふぶきくん、風になるのは無理だ、人だから。交代してくる、めっちゃ交代してくんな。さあ、あと23分、かわしいの。いや、ゴーエンジ、あと1本いけるか、あと1本いけるか。相手も疲れてる、相手も疲れてる。きた、1本、爆裂ストームで最後見ましてやれ。いけー、爆裂ストームじゃー。はい、これを打つことによってゴーエンジの体がボロボロになりました。今ゴーエンジ修也の体は今ボロボロです。オッケー、いいよ。ただ喜ぶことに関しては全力で喜んでいる。体がボロボロだと思えない。あ、でもこれ試合終わるね、交代しなくていいか。オッケー、ナイスゲームナイスゲームナイスゲーム。7-0 7-0、すごい試合になってしまったな。やった、俺たちの勝ちですよ。なんだ、負けちゃったわ。僕たち強いわね。サリーさんもいたんだっていうか。うわ、すごい、ナイスプレーボーナス。
上がる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 。でも誰も必殺技を覚えない。ああフォワードが結構いるからさ、いいね。時間っていうか、なんか困ることがないね。今日はもうここまでにするか。まあとりあえず話進めないからいっか。さてこっからどうなるんだ。ふう、楽しかった。やっぱり遠藤たちのサッカーは最高で、お前もしかしてスーツでやってたのか。だとしたらとてつもないうまさだな。また一緒にやろう。私たちならいつでも相手になるからさ。よかったね遠藤くん。これからは、あー、対戦のチュートリアルが入ってきたってことね。はい、メガネサンキュー。そいつはお城に任せとけ。多分これ古株さんじゃない。この声はまさか。やっぱりね。長男、次男、三男。対戦の手続きはこのわしら古株さん兄弟が全部引き受けた。今回もポチッとレベル了解しました。ここら辺は対戦ルートがあるだけだから、まあ動画ではやんなくていいかな。裏でやっとこっかな。もうその説明だけだったら別にあの3人来る必要なかったんじゃね。まあまあとにかく対戦、はい、オッケー。せやな、これからどんどん新しい対戦相手が増えてくるかもしれんで、行くか抽選会へ。ほんとだ、抽選会はサッカー協会であるんだよな。急がないと。まあこれ多分前回ちょっといじりをしてきたオーストラリアだったっけが来る気がするんだよね。サッカー協会行きましょうか。どんな感じの、こうか。おお、来たかい。そろそろトーナメント抽選会が始まるところだ。一体どこに当たるっすかね。なるべく弱いチームでお願いしたいっす。アジア予選にそんな弱いチームが来るはずないでやんしょ。さ、行くでやんす。いやーそうだよね、ついね、この現実世界でもサッカーの日本代表もね、いいよね、やっと大阪来たねって感じでちょっと嬉しく見てますね。まあ、続きは来年の3月からということで、またそれまでにいろいろ試してほしいなと思いましたね。はい。でね、チャンピオンズリーグも香川も岡崎もね、点決めて嬉しい。もうこういう話はちょっとまたいつかにするわ。さあ、どこで当たるんだ。これで全然違うさ、中国、韓国とかウズベクとかそこら辺になるのかな。皆さんお待ちかね、第1回 FFI アジア予選大会組み合わせ抽選会が始まります。こういうのワクワクするよね、やっぱりワールドカップとかさ、チャンピオンズリーグとかもそうだけど、 FFI は全世界を5つのエリアに分け予選を行います。そのうち1つはこのアジアエリア、アジアエリア代表となる1カ国を決めるのがこのアジア予選なのです。果たして本戦の場ナイオコット島に進むのはどのチームなのか。お、抽選が始まるようです。ナイオコット島、言いづらい。さあまずは韓国代表、ファイヤードラゴンからだ。ダセー、ダセーとか言っちゃダメだな。ファイヤードラゴンかファイヤードラゴンか、もうちょっとなんかなかったのか。アジア最強と呼び声も高いファイヤードラゴン、果たして抽選の結果は。ファイヤードラゴン、これなんか最後に来そうじゃない。日本と韓国の因縁の対決的な感じで。さすがに当たんねえだろいきなり。韓国3の A、 韓国は3の A、3の A にファイヤードラゴンの文字が入りました。次はオーストラリア、こちらも優勝候補ビッグウェイブスが代表です。きたー、当たりそう。うわー、なんかここだけがね、なんか津波がちょっとさ、対抗心を。ビッグウェイブス、昨日のやつらか。ちくしょー、ちくしょーって出ると小梅太夫やりたくなるよ。津波落ち着けって。オーストラリア一の B、1の B、 オーストラリアビッグウェーブズは1の B です。ジャパンはカタール2の B、 ドーハの悲劇。ドーハじゃん、カタールって言ったらドーハ、ドーハ、ドーハ。サウジアラビア4の B。 次はいよいよ日本代表、稲妻ジャパンの抽選です。いや、イラク、イラク、イラク、イランとかさ、なんか最後の最後でまたカタールでやってドーハの悲劇再来みたいな感じの展開なんのかな。はい、果たして対戦相手はオーストラリアかカタールか。
それとも韓国かサウジアラビアか全部じゃねえか。どこになるんだろう。日本代表稲妻ジャパン一の絵決まりました。稲妻ジャパン1回戦の間オーストラリア代表のビッグウェイブズです。さあ予想通りだ。予想通りすぎて何とも言えないリアクションになってしまった。試合は2日後。これが大きな試合。2日後、早っ。はい、野村くん、これが FFI アジア地区予選のトーナメント表。稲妻ジャパン、あ、これ絶対ファイアードラゴン来るよね。あ、ウズベクが当たんのか。でもカタールとタイどっちが強いんだろう。サザンクロスとデザート、サザンクロスってかっこいい名前で、中国ラストエンペラー、ラストエンペラーだって。かっこよすぎるだろラストエンペラーは。さすがによ。まあ俺のせいで韓国と当たるよ。そうする最後絶対そうだよ。トーナメント表はメニュー画面の情報。オッケー、サンキュー。いきなり優勝候補と試合か。相手にとって不足はないな。噂では奴らに相手の攻撃を完全に封じるフォーメーションがあります。この間の動きを見ても戦術に長けたチームであることは間違いないな。そんなチームに勝てるでやんすか。面白いな。さすが世界大会だ。そんなすごい奴らとサッカーができるなんて燃えてきた。守くん、強い敵を思えるか。遠藤らしいな。なんか勇気が湧いてきたっすよ。せっかくここまで来たんだし、あれだけっすよね。よし、みんな早速ライモン中に戻って特訓しよう。あとオーストラリアだ。おお、2日後かー。グラウンド戻るかー。戻ってきたけど、これ練習するだけ。監督なんか怖いんだよな。これからお前たちに練習方針です。何？え？オーストラリア戦までの2日間、練習禁止とする。合宿所から出ることも許さん。え？練習禁止？みんな驚いてる。でもなんか監督になんかあるんだよな、きっと策略というか。作戦があるんだよ、この練習禁止の意味があるんだよね。練習禁止だってみたいなこと次回予告で言ってたもんね。待ってください。俺たちは日本代表になったばかりでチームとして完成していません。オーストラリア戦までの2日間はチームの連携を高めるために使うべきです。従わないならチームを抜けろ。うーわ、何こいつ、嫌なやつ。 FFI アジア予選は負けたらそれで敗退なんですよ。あなたは桜木中サッカー部を廃部にしたように俺たちも潰すつもりなんですか。言ったー、木戸さんが有役になった。誰言うんだろうって思ってたら木戸さんだ。おい木戸、止めた。何も言わないで帰るの。守くん、合宿所にみんなの個室用意したの。お互いの行き来は自由だけど、合宿所からは出ることできないからきちんと準備をしてきてね。何これ。工藤監督は何を考えてるんだ。とにかく準備ができたら合宿所へ行こう。何、ちょっと待って。じゃあちょっと次回合宿所編だ。合宿所編が入ります。今日ちょっとここまでにしといて。うわー、ちょっと練習禁止2日間何すんだろう。もう2日間ね、家でね、何にもすることないって言ったらもうね、もうあれしか、いやもう何でもない。どうも、今みんなの画面には黒い猫とかがいる、すげー手抜きの何かが映ってると思うんだけど、説明します。単刀直入に言うと、チャンネル登録を良ければしてほしいんだよね。まずパソコンの人はこの画面上部のチャンネル登録はここをクリックじゃーっていう、あまり面白くない分ここから飛べばね、登録できるかと思います。次、スマホの人は、動画説明文の
チャンネル登録、ヨロップ。もうこれに至ってはつまらない。これに至ってもつまらない文なんだけど、そのね、矢印の横にある URL。そっから飛んでもらえれば、チャンネル登録ができるかと思います。それでは、チャンネル登録していただければ、俺の、肘とかもな、肘が治る気がするんで、別に怪我してないんだけど、肘治るんで、よろしくお願いします。